おはようございます。2014年8月11日月曜日、6時5分になりました。おはようございます。ちょっとスタートが遅れましたが、今日はいつもとね違う雰囲気になってますけれども、それはそれとして、台風がぐわーっと通り過ぎて、また北海道の方とかね、東北の方とか、これからまだまだなんか雨降ったりいろいろするみたいですし、でまたすっごい雨降ってたんで、あっちこっち、これからねまだまだ土砂崩れとか起きたりとか、地盤が緩くなってるんで、その辺気をつけましょう。まだまだね気を抜いちゃうと、増水してる川とかがねまだ水引かなかったりしますからね、危ないので気をつけてください。さて、今日はですね、いつもニュースにしてるんですが、ちょっとこの IPA の発表というか、ちょっと前にこれ8月6日にあったんですけども、なかなかお伝えできなかったんですが、夏休みにおける情報セキュリティに関する注意喚起ということで、お盆休みとかね、夏休みとかに対してこういうことを気をつけましょうよっていうのをこう書いてるんですね。非常に丁寧に書かれてていいんですけども、多分これね本当ね、これ書いてあることはいいことで、これしっかり読むとね、そんなセミナーやら何やらコンサルやら受けなくても全然 OK、 これだけ読めば、本当にこれ読んで理解できればいいんですけど、なかなか多分ね読んでる時間もないし、なんのこっちゃねんっていうところがほとんどになっちゃうんじゃないかなと。結構ボリュームも多いんですね。ここにまとめられているところだけでもいいんですけど、ただまとめられていることも、いきなりこうルーターとかね、ファイアウォールとかいきなり書いてあるんで、何のことって一瞬になっちゃうかもしれないんで、特別編で今日はちょっとお送りしたいなと思って、私がサクサクっとまとめました。で、経営者とシステム担当者、システム担当者という名の、ちょっとかわいそうな役回りをさせられている中小企業の、総務の人とかね、あるいはちょっとパソコンに詳しいからって言ってやらされている営業の方とかね、それがいるかと思うんで、そういう人向けと、それから一般社員向けですねに、ついてちょっとねまとめてみたんで、これを今日は特別編でやってみたいと思います。もうねそろそろお休みで家で見てる方もいるかもしれないし、というか先にやっとけよとか言われそうですが、まずですね、経営者が考えておくべきお盆休みのセキュリティということで3点挙げました。で、1つ目が長期休暇の場合の連絡体制。これですね、結構重要です。その休みね、普段だとそんなに気にしてないと思うんですよね。で、すぐ誰かに言えば連絡つけてくれたりとか、であとはその、土日でも月曜日でもいいかとかなるんですけども、お盆休みとか夏休みとかね、何時間かこう4日5日休みだったりすると、場合によってはね1週間ぐらい休みだったりすると、その間全然連絡しようがなかったりすると困るので、そういう連絡体制ですね、特にその操作できる人に連絡、そのセキュリティでね、なんかおかしい、パソコンのサーバーが落ちたとか、なんかメールがおかしいとかいう時に、その操作できる人誰なのっていう、それ分かってる人誰っていうのとか、で外部の業者の連絡先ですね、プロバイダーだとか、そのうちのシステムのなんか、メンテナンスとかやってくれてる業者の連絡先とか、そこら辺をちゃんとですね一度整理して、一覧表にまとめておかないとですね、こういうなんて、電話番号が変わってたりとか、あるいは担当者変わってたりとか、いろいろあったりするんで、その辺はですねちゃんとこう一度整理しましょうと。でそれから休日出勤だからこそ施錠に注意っていうことで、休みの日のねその戸締まりとかで、その辺をもう一度徹底するように、みんなに伝えた方がいいと思います。で休日出勤とかする人とかねいるかもしれないん でそういう時に限ってね、意外とね人土日って書きましたけども、意外とね休みの日ってね外部の業者出入りしてたりするんですよ。そのああいうテナントビルとか、ああいうのにしても、
で意外とそこを狙って回ってくる営業とかねいたりとか、まあ、別にその全部が全部悪い人ではないんですけども、ただそれを狙って人が少ないの分かってるんで、そこを狙ってくるややこしい連中もいて、その辺にあった USB メモリーとか持ってたりとかね、そういうことされるとえらいことになりますんで、だからちゃんとその戸締まり、特に休みの日にお昼ご飯食べに行ってるちょっとした時間とかね、そういう時には気をつけないといけないので、施錠は本当にその徹底してやってください。これはぜひ経営者の方からですね皆さんに通達すると。それから家からのアクセスについてルールを守るようにというふうに書きましたけども、まあ、長い休みになるとね、どうしても本当に責任感の強い、社員さんとか、まあ、それこそさっき言ったようなシステム担当者とかになってくると、資料家に持ち帰ったり家からメールチェックするようにしてたりとかね、する人いるかと思うんですけども、そこはちゃんとルールを定めて、やっておかないと、こういうところからですね、情報が本当に漏れたりとか、その設定したままにして、ね、自分の持ってるパソコンからメールチェックできるようにしてて、そのパソコンをどっかに置き忘れてしまったノートパソコンをね、帰省先からでもこうできるようにしようと思って持ってた時にどっかでパソコンなくしちゃったとかなるとえらいことになっちゃうんで、その辺のルールですね、どういう人が家からアクセスできるようにするのかとか、資料の持ち帰りとかそういうのはどこまでやらせるのか、絶対ダメっていう方法もあるかもしれないですけど、絶対ダメならダメっていうのをちゃんとね、社長の方から言っとかないといけないわけなんで、そのルールをしっかり、もう一度徹底しましょうと。なければちゃんと作らないとね。で、システム担当者という名のちょっとかわいそうな担当者あんまりちょっとパソコン詳しいがゆえにやらされてる人もいたりするかもしれないですけど、ホームページメンテしといてよみたいなとか、社内のパソコンの設定とかね任されてたりとかする人いるかもしれないですけども、最近共有サーバーとかね、使ってる企業さん多いと思うんですよ。そのファイルをねみんなで共有できるようにして、みんなそこに報告書全部上げといてとか、でそういうとこのウイルスチェックってなかなかできないですよね。いつもみんながアクセスしてるところなん でウイルスチェックしてるとすごいこう重たくなったり時間かかったりするの で日常業務の中でなかなかできないんで、こういう長い休みの時にこそですね、共有サーバーとかそういうののウイルスチェックをガーッとこうやっておきましょう。特に大事なパソコンとかをね、それはシステム担当者の方からこういうのやりますよって言ってやって、みんなに逆に休みの間にアクセスさせないとかねぐらいのことをやっておかないと、ウイルスチェックいつまでたってもできなくて、そこにひょっとしたら何か入ってたりすると、で最近何度も言ってますようにわからないんでね、そういうウイルスが動いててもそれが厄介なんで、ぜひこういう時にチェックしてください。でそれからこれは社長の時の経営者の時にも書いたのと同じ話でありますけども、プロバイダーとかね、そのホームページを委託してるところの外部の業者とか、いつもメンテナンス来てもらう業者の人とか、そういうところの連絡先をもう一度整理して、まとめてですね、上司とか総務部とか、あるいは、まあ、経営者の方とかに提出して、アップデートして保管しておいてもらいましょう。でアップデートする必要がなければ保管してることを一度確認してください。どこにあるかがわからないんだったら保管してる意味ないので、うん、それだったらもう一度プリントアウトしてね、みんなにその必要な人に渡してちゃんとこう分かるように保管しておいてもらうと。要は万が一の時にね連絡先をきっちりこう作っとかないと、これはトラブルの元なので。でそれから面倒でもホームページは家からチェックをしておきましょうと。ここら辺がシステム担当者のちょっと辛いとこなんですけども、ホームページで誰もが見てない時にトラブルが起きてたりします。いきなりなんかアクセスできなくなってたりとか、なんかお問い合わせのところが何もこうね、お問い合わせできなかったりとか、画像がぐちゃぐちゃになってたりとか、場合によっては最悪だと本当にその外部からねハッキングされて画像書き換えられてたりとか、止まってたりとかすることがありうるので、これはね本当に昨今で、だからちょっとめんどくさくても休みの時にね1日1回自分のところのホームページ見るのは別に特別な設定とかいらないんで、外部から見れるそのホームページをチェックすると。
いうことだけはちょっとめんどくさくても、あの1日か2日に1回はこういうことをね、少しこうやっておく、まあ自分ができなかったら誰かにちょっと頼むと、いうのをやってみてください。以前なんか私なんかね、よくその持ち回りで、あの今日この日は誰ね、この日は誰ねって言って、あのチェックとかをしてもらったりとか、そんなことをしてましたんで、ぜひこれをやっておきましょう。で、当然さっきの、あの連絡体制とかね、ここにも絡んでくるんですけれども、あのちゃんとそのトラブった時はその連絡体制に沿って連絡をできるようにしておくと。はい、最後にはですね、一般社員のお休み、お盆休みのセキュリティの話ですけれども、まずスマホのチェックをしましょう。スマホに使ってないアプリとか怪しげなアプリが入ってたら、それはとにかく消す。こういう時間のある時にね、じっくり見てやっとかないとわけわからなくなるん でいつの間にかアプリって増えてるので、本当に使ってない、あれなんやっけこれとかいうようなのは、あの必要なければ本当にもう消していくということをやっとかないと、そのどんどん増えていくし、その怪しいやつ消すって言うと、もう見てる時間なくなったりですよね。そのままになってて、それがいつの間にかあの乗っ取られたりとか、わけのわからないアップデートかけられたりとか、変なこと起きる可能性もあるので、ぜひ見直しましょう。それから、お休みの時なんで、自宅のパソコンとかもね、ぜひ見直しておいてください。最新版へのアップデートとか、ウイルスチェックとかね、そういうもう基本的なことをやっておいて、くださいね。その OS とかの最新版にアップデートされてるのかとか、使ってるアプリとかね、最新版になってるかっていうのを一応こうチェックしたり、ウイルスチェックを一遍走らせて全部あの大丈夫かどうかチェックしておきましょう。まあ、自宅のパソコンね、特にあのお子さんなんかがいるところだったら、子供が使ってるパソコンなんかもちょっと夏休みの点検って言って一回ね、そういうことをやっておいて、また子供に教えといた方がいいと思います。そういうことのチェックの仕方とかね、そういうのをやっとかないと、子供のパソコンが、そういうのになってても気がつかないとかいうことがあったりするので、ね、危ないので。はい、それから、この3つ目、まあ、さっきの持ち帰りみたいな話もありますけど、スマホとかパソコンに会社のデータ入ってませんかと。ついついね、なんかあの残業するのはもう家でやるかとか言って持って帰る人とかいたりとかする。本当にその真面目な社員さんほどそういうことをやってたりすることもあるので、責任感の強い人は必要のないものは本当削除しといてください。どこでどうなるか、特にスマホなんか落としちゃったらえらいことになるんで、そういうのをね、必要ないものは削除すると。でそれでどうしても必要ならバックアップしましょう。その USB メモリーなり、CD なりなんかに焼いてこう置いとくとか、その中に入ってないようにね、しといて、その USB メモリーとかはしっかりこう家でしか使わないとか、そういうのをすると。でそれが当然ですけども、この会社の許可はいりますよと。勝手にそういうことやってると、それは本当トラブルの元というか、やっちゃいけないことなので、そこはですね、ついこうやってしまったりすると、後で本当にとんでもないことになってから大問題になりますから、そんなことあるかとか思ってることが起きるので、今は本当にね、関係ないですから、企業の規模だとか何だとか、個人のパソコンだとかを、そういうのは関係なく、片っ端から、ウイルスばらまいてるやつとかハッキングしてくる、まあプログラムでやってるんでね、そんな区別せずに片っ端からアタックとかしてくるんで、ぜひこの辺は気をつけましょう。そんなところで、ちょっと簡単にですね、経営者の方向け、システム担当者向け、一般社員向けっていうことで3つのポイントだけお伝えしました。詳しくね、いろいろ知りたい方はこの IPA のページ見ればいっぱい書いてありますんで、また興味ある方はぜひこちらの方をですね、しっかり読んでいてください。そこまで時間ないわっていう人は、ぜひこの動画をですね、もう一度見直して、私のブログとかも見て、やっておいてください。そんなこんなで今日はちょっとスペシャルでお送りしました。今日も元気にやっていきましょう。ではまた。